2018年、3年後、また全然違うテイストのお家でございますね。今回2階建てか。これで間取りが見れますので見ましょう。せーの、 What？ 入り口から入り階段があります。ここにブーブが止められて、おトイレがあって、お部屋、まあ、自室があって、リビングがあって、台所と リビング。今回ベッドルームないけど、どこで寝るつもりなんだ。さっと見ていこう。ベッドがないのか。んなことある。 Why？ はい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 、ここがまあリビングだと。ここが仕事部屋だね。で、おトイレ、おトイレね。赤ちゃんのベッド。これ何の部屋？2階は2階で別にあるのか。そういうことか。じゃ、めっちゃ広いじゃんこの家。やば、一生アンパッキン終わんなそうじゃんこれ。とうとう子供ができたんだ。うわ、これウォークインクローゼット。お風呂広。いや、これはやばいぞ。急いでやんないと、これだいぶやばいね。よし、はい。靴ね。もうさすがにベビーベッドがあったってことは、さすがにとうとうご結婚されてって感じなのかな。傘あったっていうか、きっとどこかにある。よし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 。ボス、おう。靴ね、靴めっちゃあるけど、なんかこれ左右逆な気がする。靴、ここでタオル。タオルは、まあ、バスルームに置きたいよね、多分ね。これがタオルなのであれば、これ車庫にさ、もういけ、車庫にはいけないんだ。へえ、さすがに車はアンパッキンしないか。この猫ちゃんの絵はさ、いつもトイレに飾ってたんだよな。今回もトイレに飾らさせていただきます。よいしょ。この絵も仕事部屋にいつも飾ってたから、なんか今まで通りのものは今まで通りにしたい。これはね、リビングだったよ。風車ね。結構良さそうな家じゃん。キッチンちゃんと見てなかったけど、すごいね。いいなぁ、かっこいい。ブーツね、ブーツはちょっと置けないんですよ。なんか家だ。こういうの玄関にあったらちょっと可愛くない？これどこの国旗だっけ？スイス？なんだこれ？ゾウさんか？どの向きが正しいんだ？おいし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 。かわいい。見たことある靴結構あるな。スニーカーかわいい。最近スニーカーにはまっててっていうか、まあ、高いのは買わないんだけど、全然スニーカーって歩きやすいなっていう話。ここは別に鏡に何かとかはなさそうだね。まあ玄関はこんなもんでしょ。
じゃあトイレ行く。トイレも1階だよね。トイレ1階だから、あ、きれいきれい。これ何なんだろう。前もあった。食べ物ではないのかな。え、食べれるこれ。キッチン持ってく？いや、こないだバスルームにあったんだよな。これ匂い消し。あ、そういえば杖がなくなってた。あの杖何だったんだろう。めっちゃトイレ普通だったな。じゃあ気になる、ちょっと、どうしよう。気になる場所がいっぱいあるんだけど、今までになかったこの赤ちゃんのお部屋行ってみる。見たことないもの結構出てくるんじゃない。あ、バーブバーブ、おもちゃね。なんこりゃ、ライトかな。向きが変えられて、一応なんか右クリックでカチッカチッとは言っている。光ったりしてる感じはないし、なんかリボンついてるぞボス。どうしよう。ボスに今度は赤ちゃんを見ててもらうっていうのもいいけど、お前高いとこ乗れないんかい。そしたらダメだ、ダメ、そんなの許されない。このお部屋のやっぱここですね。高いところで見ててくださいって感じで。なんだっけ、待って、名前、はちみつのミッツ。あ、ミッツはここに置けるんだ。で、ミッツは赤ちゃん係ってことで頼んだ。君に託したぞ。あ、バーブ、おしゃぶりだ。これどこまで詰めるんだろう。すごい。いや、これ倒れてきたとき危な。もっと出てくるの？ひたすら積む？あ、これあれじゃない？カラカラするやつじゃない？あ、それかあれかな？歯固めかな？よいしょ。あ、ほら、これはなります。ちゃんとズンチャカズンチャカ、マラカスですね。よいしょ。なんか歯固めみたいのいっぱいあるな。これ赤ちゃんさ、歯生えてくるとき歯茎がかゆいからさ、噛むんですよね、こういうの。あ、おもちゃ入れみたいな。あ、それか、これおむつ入れるやつかな。あ、こういうの刺すんじゃない。違うか。あー、あー、お尻拭きね。重要重要。ってことおむつ出てくるね。あ、違う、おむつじゃない、お尻拭きのストックだ。あ、ガーゼ、ガーゼは無限に必要ですから。私がなんでこんなに詳しいかっていうと、兄弟と年がめちゃくちゃ離れてるからなんですよね。よいしょ。だ、このダチョウさんさ、ちょいちょい見るけれども、あんまり、なんか置物であったとか人形にあったとかじゃないから、このダチョウさんが何者なのかちょっと説明欲しい。あ、おしゃぶりの予備。あ、ベビー服、そっか、服か、服はここに入れていこうか。ここね、洋服はここ。なんかまた可愛い子出てきたよ。黒い黒うさぎちゃん。お帽子ですかね。かわいい。レインボー、これ光るとかじゃなくてただのレインボー。帽子、帽子に耳がついてる、かわいい。あ、これすごいある。あ、これ後ろにも詰めるんだ。
すごいあるなこれ。あ、とうとうおむつ、おむつ、はい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 、ゴミ箱。なんだおりゃん、これそんなにいる。あ、絵本立てておけないんだ。あ、なる。これもうとりあえずちょっとこの辺におもちゃ集結させて、え、もう赤ちゃん生まれてるのかな。あ、これあれ、あ、そうだよね、こういうやつだよね。音鳴らないのか。鳴らないんだ。ここだよね。よいしょ。おー、お洋服ね。お洋服。帽子。帽子多いね。あ、これも鳴る。ガーゼ。おもちゃを入れる入れ物とか出てこないのかな。あ、クッションね。こんなにいるか。音がちょっと違う、さっきの青いやつと一緒だった。ボール、カランコロン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 、この辺に置いとく。あ、いいね。ガーゼ、あ、ガーゼさすがにもう入らないと。ちょっと待てよ。おしゃぶりじゃここ置いて、ガーゼだね。うおー、いきなり大物来たー。ならないのか。ならない。ここで終わりなんだ。そうなんだ。いや、おもちゃここありすぎだよね。どうしよっかな。ちょっと全部はね使わないでしょ、さすがに。しまうもはや。ちょっとこれ気に入ってるからこれ置いとこう。このあとマラカスか。マラカスは個人的に奏でたいからそこに置いとこう。バーブのおしゃぶりは、おしゃぶりはじゃあまあ置いとこうか。こんな感じ。玉は、玉この辺に転がしておこうか。あ、これでいいか。いいんじゃない。ここなんだっけ。あ、ウォークインクローゼットか。え、ベッドルームにも行きたいけど、ちょっと自分の部屋開けたいよね。開けていこう。サボテン、やっぱ園芸に突然目覚めた説あるよね。前回から急に増えた。あとこれ受賞作品で、ね、受賞しました、大事なやつ。ぬ？お主誰なんじゃ。なんか増えた。あ、新たな人質？あ、本ね。本。ここからあれだ、本のターンだ。あー、はい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 。これは使い勝手が良くてずっと持ち歩いてんのかしら。あー、ゴミ箱ね。これさ、昇降式のテーブルじゃない？すごいいいやつじゃん。さすが。付箋か。あ、そういえばここにパソコンあるの見えた今。ほい。すんごいここに付箋貼ってたもんね。付箋ここに置いといてあげよう。あー、この消しゴムも久々に見たな。ここに置く。ここかな。豚ちゃんになってる。おそらくカレンダー。あ、ヘッドホンね。あ、これはこれであるんだ。でも前回しまい込んじゃってたから今そんな使ってないんだろうなと思われる。はい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 。これはパソコンだよね。そうだよね。よし、起動させよう。え、起動しない。え、なんで起動しないんだ。え、起動しない。位置が悪い。あれ、パソコンが起動しないよ。どうして起動しないの。この間起動したのに。
なぜか起動しません。位置が悪いのかな。時計、時計ね。あ、これこれもずっとあるね。あ、サーバント今までリビングだったんだよな。リビングで頼む。あー、これあ、この豚ちゃんとダチョウはなんか同じ絵本かなんかのものなのかな。あ、違う、これアルバムだ。うわ、めっちゃある。赤ちゃんのアルバムかな。え信じられないぐらいあるじゃん。あ、これもしかして3つ揃わないと起動しないとかか。そういうことじゃないらしい。すごい量あるよこれ。あ、モヤットボールだ。あ、ポスター。あ、あ、もしや豚ちゃんとダチョウの作者とか。これ開いたりしないよね、絵本。開かないわ。え、もしかして絵本作家になったんじゃないの。違うかな。あ、マウス。あ、起動した。やっぱりこれあれだ、何か揃ってってないと起動しないとか条件あるんだ。へー、そうだったのか。手帳。あ、新しいメンバーか。チキンさん。これ何？食料。これちょっと新しいキャラ増えてきてるんだけど。え、これ何？あー、絵描くとさ腕痛くなっちゃったりとかするから。それとも手反応しちゃわないようにするやつかな。液タブとかでなんか会話してる感じ。あー、プリンター、プリンターの用紙があるってことはプリンター来るね。よいしょ。絵本作家になったのかな。よいしょ。あー、はいはいはい。あれ、そういえばさ、あれ出てきたか今回。ウクレレ。スピーカーとか。あー、これか。あー、なんかいい感じ。でかくなっている。でかくなっている。どこに置こうかな、これ。向き。この向きじゃちょっと、なるほどね。結構あれだ。いや、書きづらいか。いや、わからん。ちょっとイラストは全く書かない初心者。あ、でもここにマウスじゃぎゅうぎゅうか。いや、わからないな。こんなのありえないよっていう絶対ツッコミが来ると思うけど、ごめん、わからない。どうしてあげたらいいかわからないんだ。よいしょ。あー、ルーターね。ルーターは窓際がいいですね。あ、はいはい、裸しかジャンプ重要だね。プリンターか。あ、悲しみのウクレレだ。なんだかんだウクレレもまあ未だに好きなんだね。手帳とかじゃあここに置こうか。もうここに入んなくなっちゃった。あ、ライトか。ライトがつく。ほいへ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 い。あー、これもずっとあるね。はい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 。ウクレレの教本ね。なんかこれはちょっと一応取ってあるんだね。あー、で楽譜と。で、これこれちょっと待って。あれ、プリンターもしかして出てこない。プリンター出てこないのか。
これでも絵描くのに使うやつじゃないのかな。もういっか。いや部屋がねありすぎてね、全然まだわけわかんないの出てくると思うから。じゃあリビング行こうか。あ、ソファーそのままだ。気に入ってるんだね。あ、これさ、これってこういう植物、観賞用の植物なんでしょうか。お、あ、これ開かない。あ、置いてからじゃ開かないのもあるんだ。あ、絵だ。絵だね。絵はね、いつも自分の部屋に飾ってたんだよね。今どの部屋やってたんだっけ。あ、リビングか。あれ、今この部屋やってたっけ。違う、こっちだ。あー、まだ時代は Wii なんだ。ここに置いたらどうなのかな。起動しない。コントローラーがないからかな。あ、そっかそっか、 Wii リモコンが置いてないから起動しないのか。え、起動しない。同じとこに置いてないから。違う、なんだろう。あ、え、コントローラーのせいかな。リモコンが2個じゃん。え、起動しない。なぜなんだ、なぜ起動しないんだ。あ、これはビデオデッキと思われるもの。テレビのリモコン。え、なんで起動しないんだろう。え、前回起動したのに。う、起動しないぞ。これもまた何か条件があるはずだ。なんだ今回の条件。あ、そしてこの手、手ここに置こう。クッションだ、変わらず。はあ、怖いやつ。あ、杖ある、まだあったわ。玄関に持ってってあげよう。杖生活になっちゃったのかな。あー、やだ、これ苦手なやつ。こいつキッチンに置いたんだよな前回。見えないとこに。そう、ここに、ここだ。なんで起動しないんだろう、 Wii。 あと何が足りないんだ。置いてる場所が悪いのかな。スプレーシュッシュ。あー、コースターか。ゲームソフトが置く場所がちょっと少ないな。え、じゃあ Wii こっちに持ってくるか。あ、置き場所の問題だった。なんだなんだなんだ。ファ、あ、あ、ファニ、ファイミリアーテイルだそうです。やっぱ置く場所なんだね。ボードゲーム系か、これは。ゲームソフト減ったかな、さすがに。もう使えないものとかは売った、ちゃんとゲオで。よいしょ。これちょっと邪魔だな。こっちに置いて。あ、コースターね。よいしょ。いや、やっぱりゲームソフト多いな。入んないな。いや、入んないな。これボードゲームとかなのかな。入んないんかい、入んないんかい。え、植物増えてきたら困るな。これボードゲームだったのかな。あ、これ DVD だ。あー、ピザかけ DVD シリーズ。あ、これジョーズじゃない。違う、僕ない。よいしょ。まあ、ジョーズ見たことないんだけどね。ひたすら怖いのとかパニック系とかホラー系ももう無理、苦手。
これここに置きます。あ、あ、ち、邪魔だよって言われちゃった。これここ置ける？これどかしたら。あ、置けるんだ。あ、パソコンの上物置けないようになってる。これここに置いて、アルバム隠したい気もあるけど、ここでいっか。と何が出てくるの？あ、はいはい。はい、え？何これ？怖いの嫌なんだよ。DVD、ゲームなのか本なのかわからなくなってきたぞ。なんか本も混じってない。ああ、本出てきたな。ゲームは多分この部屋にあった方がいいと思うんだよね。おー、これは寝室にいつも置いてるから、よいしょ。ゲームだ。ゲーム置けないんだけれども、どうしましょう。ちょっとジョーロここに置いて、ゲーム全部こっちにどうする？この上って置けるの？あ、でもな、ほこりかぶるよな。コントローラーが1個しかない。うわぁ嘘だと言ってくれ。うわぁ頼む、嘘だと言ってくれ。絶対やってないゲームあるんだから、いくつか売りに行ってくれ。本も混ざってる。うわー、入らない、入らないよ、入らない。あ、この謎のやつ、ここで、あ、まあ、ここにディファールはあってもまあ許す。どうしよう。このよくわからない。あ、ここに立つけど。これが立たない。ここに立つ。うわー、ちょっともろもろ納得できないんだけど。これ、こういうことは可能？意外に場所取るんだなこれをここに置いて？ダメなのか。でも、ここにいてくれ。